最近買い物失敗動画ばっかり上げていたので、中古で買って良かったフィギュアを紹介していこうと思います。まあすごい人はもうこの時点でわかるよね。よろしくどうぞ。皆さんどうもこんにちは、フルサクチャンネルのサクシでございます。ここ最近ね、中古とかアマゾンとかの失敗品ばっかだったんですけれども、これはね、買って良かったなっていうフィギュアの紹介をしていきたいと思います。こちらはですね、ホットトイズから発売されましたムミマスターピース590番の映画ベノムからベノムになりますが、これ定価6万もするんですよ。ただ今回はアミアミさん、信頼できる有料店ですね、中古で買っても安心できるアミアミというねお店の通販で4万円で購入しました。定価よりもかなり安いですし、相場よりも1万円ぐらい安いんですよね。ただこのアミアミさんっていうのはかなり中古商品の検査というか厳しくって、中古の状態が B のものでも他のお店からすると A とか A プラスぐらい、それぐらい綺麗なものを発売してくれています。前回僕がバットマンを買ったハードオフと比べるとかなり検査も厳しくって、そもそもフィギュアとかを発売しているお店なので中古品の数は少ないんですけれども、めちゃくちゃ知識が多い、豊富なので、箱とかもこの状態でこれ B で購入します。今回箱状態 B、 本体状態 B で買っていますが、正直そんなのほとんど感じさせない、そんなレベルの状態でした。これ普通のお店で買ったら箱状態 A ですよね。すごい綺麗なんですけれども、これもね B です。なので僕が通販で買うなら個人的におすすめなのがマンダラケさんとアミアミさんですね。この2つは本当の2大巨頭だと思ってます。あとは駿河屋かな、場合によっちゃあれ全然来ねえんだけどね。さあそんな感じで今日はね、フィギュアの紹介を交えつつ、まあ中古で買う時の注意点みたいなのも簡単に説明していけたらなと思っております。まず僕とかあんま気にしないんだけど、箱の状態気にする人は結構多いですよね。今回これ箱 B ですので、ただアミアミであれば僕は B までは絶対にめちゃくちゃ綺麗なものが来ると思ってます。なので今回もかなり綺麗めな箱でございます。まあ、この辺の角が潰れてたりするお店あるんですけど、アミアミだったら角潰れたらね箱 C なんですね。ただ他のお店だとね、状態 B ぐらいでも箱潰れてることあるので、その辺はお店ごとにちょっと注意して見てみてください。通販で買うときは本当にね、まあ箱気になる人は絶対 A 以上買った方がいいです、アミアミを除いては。さあこんな感じ、見てください、角、左上の角がちょっぴりね破けてるでしょ、多分この辺で B になってますね。さあそんな感じで、今回のこのベノムっていうフィギュアですね、本当中古で買って久しぶりに良かったなと思ったフィギュアなんですが、まず相場との値段の違いですね。定価で買うと6万円します。相場で買っても5万5000円ぐらいします。ただこのアミアミさんっていうのはね、たまにものすごい破格で出していてですね、その破格のものを運よくキャッチできると、今回みたいに相場よりも1万円ぐらい低く4万円で買うことができました。まあ、とはいえクソ高いんだけどな。一応今回このベノムはね、不遇なこう扱いを受けてしまったベノムになりまして、このあとベノム2のものが素顔パーツ付きで出るんですよね。なのでちょっとこうバージョンがね落ちてしまってるベノムに感じてしまうかもしれないんですけれども、それでも4万円で手に入るならいいかなと思って今回は購入しました。見てください、こんな感じでビニールとかもしっかり残っている状態でも、これ本体 B ですからね。この辺の外側のフィルムとか全部残っても本体 B で売ってくれるのがアミアミさんです。ここが本当に信頼がおけます。どんなものを買ってもめちゃくちゃ綺麗なものが来る、通販で唯一めちゃくちゃ安心して買えるお店、それがアミアミということでね、今回のベノムも例に漏れずめちゃくちゃ綺麗なものが届いています。で、まあ、まずパッとフィギュアを見た時の印象、とんでもねえものが来たなと。これ気になったんですが、やっぱ6万円も低価するものは手出せないんですよ僕ね。フィギュア5万ぐらいがボーダーが1個あるんですね。頑張っても買えないフィギュア6万以上とかだとなんですけれども、まあ、中古で4万でなるとちょっと買ってみたいなと思ってしまったので買ってみてしまいました。まず付属品から紹介していこうと思います。まあ、この辺の付属品もね、ついてないもの、普通だったら、まあ、前回の部分はね、ハードオフの動画はね意味わかんないですけど、普通だったらついてないものはしっかりと明記してくれますので、通販で買う際もその辺はあんまり気にしなくていい、注意点をしっかり読んどけば大丈夫です。ただ付属品ごとに傷がつきやすいものとか、こういう軟質パーツとかね、ちょっと検品しにくいものとかがあったりするので、そういうのはやっぱり実物を見て買うのに越したことはないかなと思います。僕とかは結構マンダラケさんとかだったら店舗に置いといてって言って、マンダラケさんにね、これありますかって聞いて店舗に見に行ったりはしますね。さあまずこの触手パーツなんですけど、軟質パーツとあとこうフレキシブルなパーツの2個素材で作られていまして、めちゃくちゃ自由度が高く遊べます。これめちゃくちゃいいですね。で本体の背中にですね、こういう風に穴があるので、ここに差し込んで遊んであげる感じになってます。で多分穴ごとにサイズ違うのかな、よくわかんないんだけど、刺さりにくかったり刺さりやすかったりします。結構僕その辺考えずにグサって刺さったら刺すぐらいの遊び方をしてますね。でこう背中側に接触する部分はすごいナイスパーツでできてますので、本体を傷つけることもなく接続してあげることができますといった感じです。まあ、この辺はかなり遊びやすいかなと思います。今回のこのベノムね、4万円でしょ、てか6万円でしょ定価が。正直飾っておいてすごい
怖くなっちゃう、触るのが。遊びにくいフィギュアかと思ったら意外といろいろ遊べるフィギュアでした。でこんな感じでベノムの顔がついた触手パーツもついているんですけれども、これね下の塗装はいいんですよ。で見て、目の塗装とかがちょっと雑いよねそう、フィギュア本体めちゃくちゃいいんだけど、ここの触手の部分のなんでここ塗装省略しちゃったんだろうかはちょっとありました。ベロはとてもいいですね。ちょっとまあ歯と目がものすごいのっぺりしてるかな。今回フィギュア自体本当に買ってよかったんですが、まあ、唯一言うとすればここかな。なぜ触手の塗装をめちゃくちゃに省略したのかっていう、そこだけちょっと気になっちゃいました。本体がいい分ね、そこだけ若干逆に気になってしまうというね感じでございました。でこんな感じ、本体のパーツと比べてあげると、やっぱ目のこのなんていうの、塗装の感じが全然違うでしょ。実写感とコミック感っていうのかな。まあそんな感じで、ちょっとこの触手パーツだけは残念だったかなと思います。それ以外は本当ほとんど本体は申し分なしでした。まあ、この辺の触手パーツとかはね、本当にまあこれぐらいなら大丈夫だけど、これもひどいでしょ、これもひどいでしょこんなペローンってしてないでしょ、目玉って思うんだけどね。あと歯も結構雑なんですよね。白く塗っただけっていう、ちょっとぐらいこう隙間の部分黒くしてくれればねリアル感出たのにって感じ。まあ、この辺の触手パーツとかね、まあ検品でもかなり気づきにくいところはあると思うので、古いものになってしまったらやっぱりお店で買うのが一番でございます。通販で買うんだったらちょっと気にはなる部分ですね。ただまあ今回のこのベノム発売されて1年ぐらいだと思うんでね、その辺だと1年ぐらいだったらまあいいかなと個人的には思ってます。で手首パーツ、これがねよくなくなってたりするんですよ。あとハードオフとかだとね、手首パーツなんならなんか違うやつのまた入ってねっていうパターン、僕お店で何個も見てきたので、手首パーツもやっぱりちゃんとホットトイズのねサイトを見ながらチェックした方がいいと思います。ホットトイズぐらいのフィギュア3万超えるから高いからさ、しっかりとしたもの買ってほしいですよね。でこういう風にまあなんかスパイダーマンいないけどスパイダーマンをつかめるような触手パーツっていうか手首パーツだからな、これは手につけるパーツがついていたりします。まあ、これもかっこいいですよね。まあ、この辺の塗装とかが本当にねベノムみたいなテカテカしたフィギュアだと気づきにくいから、この辺は本当に実は本体を見て買いたいとこなんですけど、アミアミなら大丈夫、本当何度でも言う、アミアミなら大丈夫だから。でこれはね敵のねライオトっていう、まあ、ラスボスが落としたナイフをねベノムが有効活用するという、まあそういったベノムのものではないんです、ベノムの体から出てきたものじゃないんですけども、今回付属品としてパーツがついていましたよという。若干肉眼で見ると色合いが違うんですよね。ちょっと薄い銅というかシルバーチックな感じになってますが、これ動画で見ると思ってるわからないかなって感じでした。まあこの辺もね結構傷つきやすいパーツではあると思うので、なんかこれ擦れてるのかな、これは仕様なのかな。ホットトイズとか本当ウェザリングが綺麗だから、その辺もちょっと分かんなかったりするんですよね。その辺もちょっと、まあ、本体を見れるなら気にした方がいいかも。でそしてこっちはしっかりベノムのね体から生成されたね手のパーツになっております。かっこいいですね、このなんだろう、ホットトイズのテカリとさ、こうそうじゃない部分の塗り分けっていうのかな、美しいですよね。でこんな感じで手首につけるパーツになっております。このナイフの部分とさ、それ以外のこう体のベノム部分がめちゃくちゃ塗り分けが綺麗で素晴らしい。で顔パーツね差し替え用に1個ついてます。なので計2つですね。こんな感じで口をガバーって開いた、まあ、ベノムらしい顔が1個ついてます。購入する前はこの顔でずっと飾るんだろうなって思っていたんですけれども、実際は口閉じたパーツの方が僕は好みでした。なんでなんだろうね、単体だとこっちの方が圧倒的にかっこいい。でこんな感じでねベノムの黒い部分とか歯茎の部分とかの塗り分けもしっかりされています。で歯のちょっとしたこう汚し塗装みたいなのもついてて、で何より目玉が綺麗だよね、すごいんですよこの目玉、見れば見るほどびっくりしちゃう。でなんと首はマグネットになってまして、ベロもマグネットになっています。なんで一回目なまっちゃったんだろう。なので差し替えはすごい簡単ですね、この辺はとてもいいです。ベロもね謎に3種類差し替えパーツついてんだよね、そんなにいるかなベロの方向性みたいな感じなんですけれども、はい、こんな感じでベロを差し替えてあげることができます。ちょっとあんまりわかんねえんだけどな違いはっていうところはあるんだけどねこのベロすげえマイナーチェンジを繰り広げるんです、3つ分ね。まあ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 、やっぱいろんなシーンが再現できるのはいいこと。長さとかは違うのかな、ほらほらこれとかちょっと違うね、これとかちょっと違うね、前2つが似すぎかな、これとかはちょっとこう持ち上がったベロしてますね。ベロだけで3つもパーツがついているというこだわりの一品でございました。これはすごいよホットトイズ。さあそして中古品を買うときに僕が結構気にしてることはこの台座です。特にこういうメタリック塗装というかこうキラキラしてるものはものすごい傷とかが入りやすいので結構傷ついてることが多いです。なので台座を買うときは本当に気をつけてほしい。あとこのプラスチックのやつは最近のホットトイズであまり見ないんですけれども、この透明ですね、これね割れてますチタより、買った中古で買ったチタよりとかバッキリ割れてましたね。これもちょっと中古で買うときは注意が必要でございますね。はい、そんな感じでじゃあちょっと本体の方を見ていきましょうか。
本体ですね、さっきも軽く紹介しましたが顔パーツもう一個ついてます。こっちがね意外とクールでかっこよかったです。で首がなんとマグネット仕様になってまして、マグネットでこういう風に付け替え可能ですので、これはめちゃくちゃ便利ですね。昔の人型のフィギュア、5年ぐらい前のフィギュアって、ね、首がナイスパーツのものとかってそういうもの結構割れてたりします。その辺の首のジョイントパーツはね、しっかり外して中古で買うときは外してみてあげた方がいい。ただしマグネットを除くって、今回はマグネットだから除かれてますね。マグネットは結構安心感強いよね。かっこいいし楽だし傷つかないし、こんな感じで簡単に首パーツを差し替えてあげることができました。さあそして本体の可動とかね見ていこうと思います。まずこのボディがね、今回初めての素材なんですよ。謎のボディ素材してます。で顔はもちろんもう言わずもがな、めちゃくちゃよくできてまして、目の塗装もしっかりなんかホコリがついてるけど、これ何なんだろうね。めちゃくちゃいい感じにできてます。でまあベノムとかはなんとも言えないけど、日焼けとかは気にした方がいいですね。フィギュア色が薄くなったりしてるものがあるんですけど、それはね太陽が当たるところで飾ってたりするとそうなるので、ベノムってどうなるんだろう。まあ、今回のさっきもお伝えしたんですけど、このベノム素体部分がかなり特殊な素体でできてますので、これねどうなるかが分かんないんです。5年後めちゃくちゃ急にひび割れるかもしれない。それこそアーツのあのブラックみたいにね、健康値のブラックみたいにひび割れるかもしれない。そういう心配はあります。なのでまあやっぱまあでも5年もな経っちゃそれはフィギュア劣化するなとは思うんですが、5年以上前のフィギュアを買うときは特にボディ部分の劣化とかは気にした方がいいです。で今回のベノムなんですけども、肩はねこういう風にこうなんていうの分割線入ってますよ。で下から見れば分割線もしっかりこう分かるというか、こんな感じになってはいるんですけれども、肩以外の部分、例えば腕とかあとボディとかってめちゃくちゃ柔らかい素材でできてまして、肩は中に関節、硬い関節がというかいいんだけど、こんな感じでラバーみたいになって曲がります。シームレスなんですよ。なのでこれで曲げた状態で長年飾られてると、この部分がめちゃくちゃ劣化するものもある。このベノムに限ってはちょっと分かんないんだけどね、どうなるか、新素材なんで分かんないんだけど、基本的にこうやって飾ってると劣化します。で飾られたものが中古で出ると劣化してるのが分かります。なのでその辺は中古見てください。見てください、この新素材すごくない？このツヤツヤ感、なんかビニールなんだっけ、よく分かんないんだけど、めちゃくちゃ不思議な素材でできてるんですね。まあベノムを表すにはこれしかなかったんでしょう。すごいよくはできてるんですが、これが何年か後にどうなってるかが全然わかんないフィギュアではあります。なのでまあツイッターとかで悲鳴が上がり始めたらすぐ売る人とかいるので、ちゃんとツイッターとかで調べるのも大事。これ劣化するのとか、このフィギュアを今持ってる人、5年間持ってる人はどうなるのみたいな。で中にこうボディ簡単な骨組みが入っていて、その上にビニールをかぶせてる形になってるので、曲げるとそれ以外の部分はシワができたりします。これねすごいよくできてるんですよ。フィギュアとしては素晴らしい、本当この一瞬を楽しむには超素晴らしいフィギュアになってまして、肩関節もさ目立たないじゃん、黒だし、この分割線が入ってる部分もほぼ目立たない部分にしっかりとこうまあ適材適所というか、しっかり使い分けられているので、肩とかは回せるようにこんな感じで分割線が入っていますし、意外と見えにくい。でこの股関節の部分も入ってるんですけども、これもやっぱり意外と見えにくいので、今回のベノム本当にフィギュアとして遊びがいがあるんですね。めちゃくちゃ動くんですよ。想像の倍以上動くと思ってください。この質感でめちゃくちゃ動くアクションフィギュア、本当に買ってよかったと思ってます。マジでめちゃくちゃいいフィギュアです。このツヤツヤ感とかも本当いつ見ても惚れ惚れするしね。なんか買うまではね正直ね、いや素顔パーツもついてね、ベノムなんていらねえだろうと思ってたんだよ。僕も思ってた。しかも何がラバーじゃ、そんな関節結局ね股関節と肩にあるじゃんと思ってたよ。でしかもフォトトイズだからあんま動かねえんでしょって思ってたよ。めっちゃ動くし、めっちゃ遊べるんですね。これ買ってもう結構経つんだけど、ずっと遊んでますよ、本当に。もう手の届くところにいつでも置いてある。で、遊んでは、ここほら、膝とか怖いでしょ、この曲がり方。シワというか、もうなんならちぎれちゃいそうじゃん。こういうところは怖いから、遊んでは普通にすだちパーツに戻し、すだちポーズに戻して、みたいなのをずっと繰り返して遊んでるフィギュアになります。もう本当にこれはね、おすすめなので、ぜひ皆さんも、僕は中古フィギュアをね安く買うの大好きなんで、アミアミとかマンダラケとか、まあねこれ教えちゃうとライバルになっちゃうんだけど、みんながマンダラケとかをねうろちょろうろちょろ巡回して、中古フィギュア安いので手に入れられたら嬉しいなっていうのが僕の最近のフィギュア集めのいいところというか趣味ですね。楽しみ方の一つになってます。まあこんな感じでね、もうほんとどこも突っ込みどころないじゃん。質感とかも最高じゃん。お尻も最高だよ。なんならキャプテンアメリカのお尻ぐらい最高なんですけど、本当にこのフィギュアを買ってよかったので、まあ、皆さんもほら6万だと手が出せないけどさ、この綺麗さ、開けてて今さ、中古だなって思った部分ってありましたか？まあ、ちょっと台座傷ついてたぐらいかな、だと思うんですよ。
全然中古感ないでしょ。綺麗な中古ってフィギュアに限ってはすごい僕はいいと思ってるので、個人的には中古で買うのはとてもおすすめです。さあそんな感じで今回はホットドゥーズのベノムを中古4万円で購入しちゃいましたという動画でした。まあね、せっかくなんでね、中古で買う時の注意点とかも、軽く説明しながら言ったんですけれども、もうフィギュア本体は本当申し分なしすぎる。120点でございます。このなんていうの、血管というかの質感もめちゃくちゃいいですし、この新しい素材で作られたボディもめっちゃかっこいい。で顔もめっちゃかっこいい。もう何もかもがすごいかっこいいって感じ。 CT なら触手のベノムだけちょっとしょぼいって感じでしたね。皆さんもこういうね、お宝がね、お宝と出会えることがあるので、ぜひ中古フィギュア巡回おすすめですよ。そんな感じで今回ご視聴ありがとうございました。僕たちふるさくチャンネルは2人組でですね、フィギュアのレビューだったりいろいろやっております。最近はおかげさまでめちゃくちゃ視聴率伸びてるからね、マジでここで頑張っていこうと思うので、よかったらチャンネル登録や高評価、あとね、こういうフィギュア開けてほしいとこういうのわかんないとか、コメントなどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。